アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め何人の強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋里です。令和6年4月7日桜咲く春爛漫のこの福岡春日公園球技場にて、九州アメリカンフットボール50周年プロジェクトとして催されます記念ボール第1回九州ボールが間もなく行われます。試合開始14時キックオフ予定です。現在その試合に先立ちまして、両チームによるオープニングセレモニーが催されます。さあまずはその一方になります、九州社会人九州学生オールスターオール九州の友情です。そして九州の市に広まりましてアメリカンフットボールを50年学生そして社会人になりまして大好きでした猛者が今ここに集まりましてオールスターを結成しこの一戦を争います。九州社会人九州学生オールスターオール九州。それを祝いました九州各地で活躍しておりますチアリーダーのオープニングデートがありました。素晴らしいセレモニーでした。さあそしてこれが相対しますのは日本卓球のチームとなりまして現在強豪の一角になります、レッツイーグルスーパープレアングス福岡サンズの入場です。国内でも有数の強豪チームです。今回の大会を機に九州のアメリカンフットボール界を盛り上げようとさまざまな準備をしてきました。本日は初めてアメリカンフットボールを見に来ていただいたお客様に最高のフットボールをお見せするべくトップリーグの誇りを持って戦います。本日は各大学の新入生やファンスポンサーの皆様の花道を通っての入場となります。皆様拍手でお出迎えください。さあ多くのファンにそして多くの期待を伝えつつ現在 X1 スーパーにありまして日本一を歯を争うその発表の一角になります。そういう人に一気に公式戦21連勝を果たしまして今 X1 の頂点2番と出場者の強豪フレンス福岡さんが入場です。まあ、この九州の九州50周年やったりとも一夜イベントをしましてその優秀戦としてこのフィールドにとお伝えしました。ダイヤの九州勢に対し今ひとたびその頂点となる力を発揮戦とするその一戦を期待したいと思います。
です。岡田さん。両チーム非常に荒やかな、まさに記念大会にふさわしいオープニングセレモニーでした。今最大に勢力しまして、これより試合再開の時を迎えます。さあ、両チームの皆さん、熱い優勝ありがとうございます。皆さん、改めて素晴らしい入場をしてくださった両チームに拍手をお願いします。さあ、それではまもなく重要な試合が始まります。皆さん、ただいまに九州アメリカのフットボール50周年記念式典を行います。まずはじめに九州社会人アメリカンフットボール連盟藤倉誠史理事長よりご挨拶よろしくお願いします。まず藤倉委員長になります。開会の挨拶がございます。本日は50周年記念の式典、そしてオールスターズのゲームに大変多くの方にお集まりいただき大変ありがとうございます。私は九州社会人アメリカンフットボール連盟の藤倉と申します。1974年にゲームをスタート、九州でのゲームをスタートさせて、早50年、九州社会人の連盟としては1982年に学生連盟その時ありました九州アメリカンフットボール連盟から独立し、現在に至っております。私としては最初から社会人のチームを引っ張っていきたいと思っておりますが、なんせ今現状チーム数が激減しておりますので、あまり皆さんの嬉しかったことがないとは思いますが、広報活動の中で皆さんにグラウンドに足を運んでいただければ幸いだと思っております。今日は50周年の記念ボール九州ボールということで、皆様にアメリカンフットボールの醍醐味を味わっていただき、選手と選手がぶつかることをしっかり聞いて帰ってください。今日はご来場ありがとうございました。藤倉委員長による開会の挨拶でした。藤倉委員長ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして九州学生アメリカンフットボール連盟福田進理事長よりご挨拶お願いいたします。本日は九州ボールを
50年史の制作やフラッグフットボール大会の実施などを企画され、
りました。50年という長い道のりには関わってこられた方々の並々ならぬご苦労と努力の積み重ねがあったものと思います。改めて関係者さんの皆様に心から敬意と感謝をお願いします。本日はこの後、ありがとうございます。福岡さんと、九州学生アメリカンフットボール連盟、九州社会人アメリカンフットボール連盟、沖縄アメリカンフットボール協会に所属する計19チームのオールスターチーム、オール九州チームが開催されるようになっております。福岡さんは2017年に九州初の社会人アメリカンフットボールリーグ X リーグに加盟チームとして誕生し、昨年5月にこの春日公園球技場で初めて X1 スーパートップリーグの春季公式戦、そして9月、11月にも公式戦を開催していただきました。私も毎回観戦しておりますが、選手の皆さんの気迫あふれるプレーはもちろんのこと、チアリーダーの熱い応援、チームスタッフの献身的な姿、そして会場の熱狂的な雰囲気に大変感動しております。本日もワクワクするような熱い試合を繰り広げていただき、ご来場の皆様にはアメリカンフットボールの魅力を改めて実感していただきたいというふうに思います。関係者の皆様には今後ともアメリカンフットボールを通して子どもたちをはじめ多くの人たちに感動と勇気を与えていただくことを期待しております。お次に本大会の開催にご尽力いただきました関係者の皆様に心より感謝を申し上げ、九州アメリカンフットボールを今後ますますのご発展と、本日のお集まりの皆さんのご健勝とご多幸を記念いたしまして、地元市長の挨拶とさせていただきます。最後までよろしくお願いいたします。九州アメリカンフットボール50周年を記念し記念撮影を行います。各団体代表者の皆様は前にお越しください。試合開始の時を迎えます。はい、
てます。はい、本日は回線の状況がおかしいようで、少々、駒落ちが多発しておりますが、後ほど、編集しましたものを、再度投稿させていただきます。何卒ご了承をお願いいたします。審判団が中央に入りまして、まもなく両チーム首脳陣招き入れ、コイントスが行われます。令和6年4月7日、場所は福岡春日公園球技場にて、九州50アメリカンフットボール50周年プロジェクトの記念大会第1回九州ボールがまもなく試合開始となります。ご応援をいただいております。手前側に陣取りますのが X1 スーパー所属日本発祥のチームプレアレス福岡スタンド。奥側に陣取りますのが九州社会人、九州学生、九州において在野においてアメリカンフットボール普及に邁進してまいりましたオール九州です。この大会を記念しまして春日市長である井上様に、コイントスいただきます。井上市長コイントスありがとうございました。春日市長井上杉田様ありがとうございました。九州キックオフで試合が始まります。これよりキックオフです。この試合は1クォーター12分の総試合で行われます。裁判員に裁判員からフィードに散りまして、まもなく試合開始となります。まず試合はオール九州のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのはオール九州49番の岩本。
九州大学出身の3回生です。対しまして福岡サンズがこれをリターンする形になります。福岡サンズはリターナーを3枚構えました。リターナーには17番、普段8番をセットしております。私アメトミックス愛人11がフィールドからリターナー2番は場内西南学院大学出身、17番は増田福岡教育大学出身、そして8番は伊藤西南学院大学出身ですが、さあここで一夜の奇襲、ホーム九州ともで奇襲オンサイドキックを変更しました。オンサイドキックはあえて奥深く手前に転向、自らのボールを回復し攻撃を得る奇襲戦法です。非常にリスキーですが、これをホーム九州見事に成功させまして、オール九州の攻撃です。攻撃はオール九州から始まります。オンサイドキックはまさに勝利をするというその意思表示でもあります。オール九州これを記念大会としません、あえて勝負にこだわり、あえてここの奇襲オールオンサイドを成功させました。さあまず攻撃はオール九州、ボールは自陣49ヤードほぼ中央付近からオール九州ファーストアウト1回の攻撃に入ります。攻撃の更新必要距離は10ヤード、ここから放出、オレンジ色の的のようなところまで行けばOK、さあここで一旦審判団がホイッスルを回しました。タッチダウンを取ります。最後に点数の多かった方が勝利。ここでオール九州前半1回目のタイムアウトを取ります。さあ行きますか。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず最初の1回目でオール九州奇襲オンサイドを成功させました。しかしここでオフェンスを再確認せんと、ここであえて最初のタイムアウトを取った模様です。さあこれによりまして最初の初手をオール九州が取りました。結果これを生かす形になるでしょうか。そしてプレアレス福岡サンズこれをしのぎ自らの攻撃を取り返す形になるでしょうか。さあ試合再開です。オール九州自陣49ヤードからファーストダウン10。オーション今オフェンスラインの角を突き上げるように中央を通しまして約6ヤードの面、素晴らしいランを最初に来ましたがオール九州40番の故障仙台学院大学出身の3回生、アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて本当の競技です。さあ攻撃はすかさずスプレーを展開します。ノンファル、その後速攻で攻め立てます。オール九州セカンダリー4、攻撃権更新必要距離は4ヤード、攻撃権更新オール九州のファースト、攻撃権リセットし1回目に入ります。オール九州見事反応しました。クォーターバック9番の松田ユニコーン、さあ相手陣入りましてのオール九州のファーストアンテン、大きい契約となり1回目に戻っております。ボールオンは相手陣38ヤード、ナイスファースト、クォーターバックが落ちたランニングバックに立つしかの選択プレーでクォーターバックはキープを選択しました。これが判断に当たりまして中央圏の攻撃権1点差し、オール九州ファースト見事な判断決めたのはオール九州クォーターバック5番の吉村、熊本マリックス出身、さあ経験豊富な社会人がまずこの攻撃をリードしていきます。さあ相手陣26ヤード入りました。オール九州ファースト1点、今引き継ぎが深いところに来ました。オール九州叩きましょう。さあここでまず外に展開していた16番にラッテがあります。後方へのパスを通りました。先ほどのプレーは前パスではなく後ろへのパスです。これをしかしキャッチできるボールは外に出ましたので、この時点でボールゲットという格好になっています。しかし判定変わりました。前パスの判定です。前パスでのパス不成功となりましたので、ボールは元の位置に戻され、しかし攻撃は一つ失って次の攻撃セカンドラウンドに変わります。アメリカンフットボールはパスには開始点より前に投げるか後ろに投げるかによって判定が異なります。先ほどは前へのパスでした。オール九州セカンドラウンド、
さあモーションを使っていくオレ九州。今度は中央のランプレー。バックスをシュートしましてハイフォーメーション、ブロッカーをつけた形で中央へのブロックプレー。相手ディフェンスを粉砕するパワープレーに出ましたが、ここに入りまして、ゲームはしかし3ヤードに止まっております。ラインの際のランバサガー、ここは踏ん張ったサンズも発狂の力を見せつけると踏ん張っております。さあ状況、サードダウン残り攻撃とインコースに距離、必要距離7ヤードの状況になりました。オール九州突破なるでしょうか、サンズ止めるでしょうか。オール九州サードダウンスタル、パスで来るか、なんで来るか、何にバックのボールを渡す、これはサウズナイスです。ホール九州ここでランゲージを突破を図りました。これを救出、福岡さんの91番42番が殺到しまして、このランプレーを阻止、フォースダウン、最後の攻撃に変えます。見事対応しましたのは福岡サンズ41番の中田、生命学院長出身、そして91番の川越宮崎長出身。さあフォーメーションどうするか、この3点は大きいですよ。さあフォースダウン、最後の攻撃権をどうするかですが、変えました、フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。さあこのフィードゴール決まるでしょうか。キックレングスは31ヤード入るか、キックはリーダーの失敗により、この攻撃無得点となりました。従いまして攻撃権は最後の攻撃失敗となりまして、コース交代となります。攻撃権となりまして、プレアボス福岡さんに変わります。オール九州怒涛の攻撃、オンサイド決めまして一気火星の攻撃になりまして、先制点アメンというシリーズでしたが、そのフィードボール失敗となりまして結果的に無得点に終わりました。福岡さんで見事この攻撃をしのぎまして自らの攻撃を期待になります。さあ攻守変わりまして、今度は福岡さんの攻撃、プレアボス福岡さんで次元20ヤードの力のファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。もちろんこの男西山、さあここでしかしホイッスルが鳴っております。さあフィードではタイムアウトが取られております。ここでオール九州前半2回目のタイムアウトを取った模様です。タイムアウトは前半3回のうちの2回をこのシリーズで使った格好になりました。オール九州この辺り混成チームゆえ、なかなかコミュニケーションが取りづらい部分があるかもしれません。しかしそれによって残り回数1回となったこの点が果たしてこの展開どうなるでしょうか。さあまず攻撃はプレアベスに変わっております。プレアベス福岡サンズ自陣20ヤードからファーストアンテン、しかしこのパス成功、福岡さんズはまずパスで入りました。クォーターバック11番から8番にパスを通りましたが、このパスはしかしオーバースローとなりパス成功となっています。アメリカンフットボール攻撃、前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして福岡サンズは1回目の攻撃失敗となり、2回目の攻撃に入ります。福岡サンズボールオン自陣20ヤードからセカンドダウンテン、さあセカンドダウンテン、ランニングバック切らせ、走る、ナイスパスだ。このままランプレーが入りました。ランニングバック前半を奮闘されまして中央突破、オフェンスラインが作りました。ホールを見事に一瞬で切り抜けまして、ロンゲ一気に攻撃権更新となりました。プレアです福岡さんズパスだ、素晴らしいランクを得ましたのは福岡さんズランニングバック0番の木田、中央大学出身。さあ福岡サンズ44ヤードからのファーストアンテン、パス成功、ファーストアン立て続けに攻撃権更新します。今度はパスプレーによってアグレッシブ2番にパスを投じ、2番これを表に立ちまして攻撃権更新、福岡サンズファーストアン、今度は攻撃権更新果たしました。最初はアグレッシブ2番の表現場内はかつて甲子園ボールトーナメントにおいて関西学院大学が大学から3つのタッチダウンを奪いました。レシーバーです。
臨時駐車場の車の移動をお願いします。福岡340ナ82黒トヨタのランドクルーザー、臨時駐車場の車の移動をお願いします。さあ、6番マナリケンナイスファンサー、今度は何点4トップです。何か崩れば抱き抜けながら世界と思うと、さらなる粘りを見せました。攻撃権も更新に急ぎます。ここで素晴らしいランを決めたのは、先ほども見事なランを決めました。2番目0番の木田中央は直接し、さあ、5等の方へ展開します。福岡サンズ一気に相手に30ヤードを超えましてのファーストアンテ、どう止めるか。アプレ今度は左に展開したワイドリシーバー、2枚のパスでした。今これを見事にキャッチしまして、約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。ここはコーナーを決めて西山から場内でのホットラインが起動している模様です。西山のパスは甲子園高校です。関西学院とハローを乗せました立命館大学出身のコーナーバックです。さあ、セカンダー若干のヤードを伸ばし、セカンダー2ヤード。さあ、セカンドダウンの攻撃。さあ、第2サムカーこのパスは成功。ここで切り抜けゾーンを狙うロングパスを取りました。しかし、このパスはワイドレシーバーディフェンスのカバーありまして、パス不成功となっています。ダウン1つ変わりまして、サードダウンに変わります。さあ、3回目の攻撃を福岡さんのどのようなプレーを持ってくるか。攻撃権更新に必要な距離は1ヤードです。プレーアガス福岡さんでサーダー残り1ヤード。かなり重要なのがカーダーに行くか。これはどうだ、これはどうだ、いてない内。攻撃権更新ファースト。さあ、ここで中央に7つ強いのを展開しました。福岡サンズ攻撃権更新果たしております。福岡サンズファースト。31番田中選手、大阪大学出身。31番中央に力づくでねじ込むようなランプで展開しまして攻撃権更新です。31番田中、同志社大学出身。さあ、攻撃権継続、相手陣19ヤードに入りました。福岡サンズファースト。ファースト。さあ、ここでプレイアクションパス、ランを取りしまして、サイトエンドの神谷が寄せたタイトルにパスを取りました。ディフェンスに勝負する中、見事にキャッチしまして、さらなる前進を果たしております。制限ながら見事なキャッチを決めたのは87番の小林、学生団の関西大学出身のレイタイトエンドです。さあ、福岡さんです。セカンド残り2ヤード。さあ、パスセーブ、タッチダウン。ここで中央に切れ込んだワイドレシーバー、15番にパス。15番、密集点のキリジャンター、その大きなスペースに飛び込みまして、このパスをキャッチし、エンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。まずこの15番目のパスによりまして先制になります。タッチダウンで6点先制となっております。見事タッチダウンパスを取りましたのは福岡サンズ15番の南本、関西学院大学出身です。そしてタッチダウンのところで、まずこのポイントをチーム代表でもやす6番吉田が南部にまして1点追加。プレアです福岡サンズ0点、オール九州0点。まず福岡サンズが先制するか、初の成功となりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込む立ち上がり、ゴールポストにフィ、プレースキックを蹴り込むフィードボールです。フィードボールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、この後この時にキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。
さらにこれ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺性のセーフティーがあります。この結果アメリカンフットボールワンプレーの得点はパターンとしては2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点と試合が構成され、引き分けが起こりにくい決着方式となっています。そして試合は先ほど得点を挙げたプレアレス福岡サンズのキックオフで再開となります。ラグビーと近いましてアメリカンフットボールは得点を挙げた側がキックオフし試合再開です。19番高橋選手のキック、しかしこのキックオフはサイドラインを割りました。キックオフはサイドラインを割ってはいけません。反則という形になります。この場合はリターンチームは出た位置から5ヤード前進した時点か、あるいは5ヤード下げて蹴り直しとするか、あるいは30ヤードのペナルティーとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかの選択をできます。さあ果たしてどのような選択を下すでしょうか。リターンチームオール九州は5ヤード下げて最後キックオフする選択を選択しました。さあ下がりましてですが、もう一度キックオフやり合いするという形になります。ボールの位置は先ほどと変わりまして、次に30ヤードに下げられました。そのキックオフをいたしますのは19番の高木です。福岡大学出身です。真ん中に蹴りました。さあ大井九州リターンに入った。ああ、ゲットリターン。ゲットリターン。これはナイスリターンでした。リターンが8番。一旦右に振ってそこから逆にカウンターを振るように左を攻撃しました。これが後半なんですが、リリー3ヤードを超えた瞬間にこの1番の攻撃となります。見事なリターンしましたのは、大井九州8番の元田でした。船田大学出身です。34ヤード地点からの攻撃です。さあ反撃に入ります。オール九州ボールを握る33ヤードからのファーストアウト。さあまずクォーターバック自ら行きます。パスを投げると同時に見せかけてクォーターバック5番中央に自らお体を飛び込ませ約4ヤードのゲインと変えています。ヘッドでいきましょう。クォーターバック5番は吉村、熊本の出身、そしてあの日本一のチームでありました富士通フロンティアーズのメンバーでバッター選手です。クォーターバックを変えてボール球種セカンドアウト6。このパスは成功。まずはパスによって突破を図ろうというところでしたが、プレッシャーに続くクォーターバック9番パスを投げ捨てる形でこのプレーを終了としました。さらにボールは元のチームに戻されます。しかし攻撃はサードダウンに変わります。さあここでオプションペアを展開。クォーターバックは中央に体をねじ込むように攻撃転向心を図りまして見事決めました。攻撃転向心です。オール九州ファースト。この状況をオプションペアでクォーターバック吉村攻撃転向心することに成功いたしました。一旦に踊りまして、オール九州ファースト転向です。ボールオンディビン44ヤードからオール九州ファーストアンテン。ウォーターバックは9番ユニコーン所属松田選手が入っております。42番のライフバックは古城選手。さあパス不成功。プレーを狙うとここでクォーターバック9番ハッキョスイから中央切り込んだワイドレシーバーにパスを取りましたが、このパスオーバースロー。パス不成功でセカンドダウンに変わります。オール九州はオールスターチームとなっておりますので、いろいろな色のベッドがあります。他では見られない大学生や社会人の
セカンドアウト。さあ、オール九州セカンドアウト。ランプレーの突破を図りましたが、しかしこれはディフェンスのプレッシャーありまして、プレーとしては進んでいません。しかしここでイエローフラッグが発生しています。審判団から黄色いですがフィールドを落とされますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則でした。ホールディング相手選手を掴んでおりました。しかしこの反則を取りません。そのままプレーを成立させまして、むしろ攻撃を一つ進め、サードダウンの状況に追い込みます。従いましてオール九州サードダウン13の状況に変わります。クォーターバック9番構えまして、レシーバーに向けてパスを取りました。ターゲットは82番でしたが、このパスタイミングが合わずパス不成功。ゴーストに変わります。キックを行うことにより陣地を挽回するプレーになります。さあここで完全にやりまして攻撃を放置する形をオール九州は選択しました。結果的に陣地挽回となりまして、福岡さんと26ヤード地点で攻守交代となります。しかし攻撃はこれによりまして変わりまして、今度はレアルス福岡さんとの攻撃となります。ここで工場のランプレーをサンザー展開します。何がゼロが反応しまして中央突破、ゼロ番流れ込むように約5ヤードのゲインとしています。本日はこのゼロ番のキランワンが好調です。中央大学出身山崎様、そうですね、電波状況が悪いというご指摘もともだと思います、なかなかちょっと電波状況の改善が見込めませんので、後ほどこちらの方は録画版をアップさせていただきます。さあ、セカンドファイブ。左のバーンアウト、この判断投稿し一気に攻撃権更新となりました。レアス福岡さんのファースター、素晴らしいランを決めましたが、今度は31番の田中でした。大下大学出身です。見事なパスを通りましたが、クォーターバック11番の西山、日本大学出身、取りましたレシーバー2番が上台、西南学院大学出身です。さあ福岡サンズ相手陣33ヤードに入りましてのファーストアンテ、ここでホイッスルが鳴ります。
ール九州、三度タイムアウトを取ります。これによりましてオール九州は前半最後のタイムアウトを使い切った形になります。福岡サンズ0点、高知高校入れ替えまして第2クォーターに移ります。